まして株式会社名古屋グランパスへと代表取締役社長小西光よりご挨拶申し上げます。本当にありがとうございました。
を代表して泉龍司選手より皆様にご挨拶を願います。本日は熱いご声援ありがとうございました。本当に苦しく厳しいシーズンでしたが、ファンサポーターの皆様、パートナーの皆様、グランパスに関わる全ての皆様の後押しのおかげで J1 にジャンプすることができました。本当にありがとうございました。今年はこれまで以上にたくさんのファンサポーターの方々にスタジアムに足を運んでいただき、とこのような周りのスタジアムの中でプレーできることを幸せに思っています。今年はなかなか皆様の期待に応えることはできなかったんですが、皆様の応援が僕たちの力になりました。本当にありがとうございました。これからも名古屋グランパスに熱いご声援よろしくお願いします。最終戦セレモニー終了とさせていただきます。それでは最後に1年間の皆様からの温かいご声援に感謝し、ただいまから選手スタッフがスタジアム場内を一周いたします。1年間のご声援本当に